Guten Tag, grüß Gott, hallo zusammen, Natsuko です。今日はなんとニュルンベルクのクリスマスマーケットのご紹介になります。ニュルンベルクのクリスマスマーケットはドイツ本場のクリスマスマーケットの中でも大人気、ニュルンベルク、シュトゥットガルト、そしてドレスデン、この3大クリスマスマーケットのうちの1つがニュルンベルクのクリスマスマーケットなんです。今日はこのニュルンベルクのクリスマスマーケットの魅力についてご紹介したいと思います。ニュルンベルクの街自体は第二次世界大戦でだいぶ建物自体が崩壊されたんですが、その後修復が進み、今ではものすごく美しい街になっているんですね。このニュルンベルクの美しい中世の街並みなんですが、城壁内に見どころがとても多くて、クリスマスシーズンに訪れた場合にはクリスマスマーケットと街全体を1日で回ることができる魅力的なお得な街なんですね。今日は世界の人々を魅了するニュルンベルクのクリスマスマーケット魅力3点をご紹介です。おすすめその1、まずは何といってもレープクーヘンになります。レープクーヘンという独特のお菓子は全国にあるのですが、ニュルンベルクのレープクーヘンは格別なんですね。ここでレープクーヘンについてちょっと解説。レープクーヘンはドイツではクリスマスのシーズンにいただくお菓子なんですが、その特徴は生地の中に蜂蜜や香辛料、オレンジの皮やレモンの皮などが入っていて、アプリコットジャムやチョコレートコーティングされているのが特徴なんです。食感としては柔らかめのクッキーといった感じです。噛み応えがあって、一口噛むとじゅわーっといろんな香りが広がってくるんですね。このレープクーヘン、作り方なんですが、ドイツである一定の基準が設けられていて、基準を達しているものがエリーズンレープクーヘンというふうに呼ばれているんです。ニュルンベルクにいらした時にはこのエリーズンレープクーヘンをぜひ試してみてください。ニュルンベルクエリーズンレープクーヘンと表示されていたりするものはニュルンベルクの特産品となっているんですね。味わいが一味違うのでぜひお試しください。冬になると食べたくなるお菓子のうちの一つです。こちらはエリーズンレープクーヘンが置いてある小さなパン屋さんのお店になります。Kann man nicht empfehlen, weil die sind halt süßer, weil der Zucker oben drauf ist und Schokolade. Man kann es nicht empfehlen. Die sind alle drei sehr gut. Ja, genau. Also das ist Geschmackssache. Genau. Ja. Dann hätte ich gerne Schokolade. Mit Schokolade. Ja. Zum Gleichessen oder zum Mitnehmen? Zum Gleichessen. Danke. 2,20 macht. Ja. Und die werden auch ziemlich gleich verkauft. Also es gibt jetzt nicht, sagen wir da viele, und das ist alles wirklich Geschmackssache. Ja. Und kann man das auch essen oder das, das kann ist man komplett essen. Das ist auch Lebkuchen, ja, aber ganz einfach. Also keine, da sind keine Nüsse im Teig und gar nichts. Ne? Ganz einfach. Ganz also, einfach. Ah, ja. Genau. Aber da und ist die Nüsse und genau. Ja, viele also Gewürze drin. Genau, ne? Genau. Ja. Ist drin. Okay, ja, ist alles klar, danke. Was ist eigentlich also besonders in Nürnberg? Also das ist ja ganz berühmt. Ne? Es gibt ja oft Lebkuchen in anderen Orten. Darf ich hier mal essen? Ja, danke, vielen Dank, danke. それでニュルンベルガーのレープクーヘンをいただいてみたいと思います。オブラートがね下についてるね。でチョコレートコーティングのものを選んでみました。schmeckt gut. super. Also es ist irgendwie so richtig Handwerk gemacht, ne? Handarbeit. Ja. こちらは結構小さいベッカーライのレープクーヘンになりますが、すごく美味しい。シナモンとかいろんな香辛料が入っているんですが、それ以外にも蜂蜜とかアプリコットのジャムが入っているんですね。ものすごく美味しい味わいです。ブリューワインや赤ワインなどにも合うと思います。この香辛料のバランス。そしてここのお店なんですけど、小さいベッカー街で作ったものなので手作りでとっても美味しいです。実はレープクーヘンは保存食で結構持ちますので、お土産にもぴったりです。大手でもレープクーヘン作ってたりするんですが、ちょっとこじんまりしたお店のレープクーヘンを試してみることをおすすめします。手作り感たっぷりで美味しいです。ここでワンポイント。ハウプトマーケットの入り口には美しい泉の塔、シューナーブルネンという塔があるんですね。このシューナーブルネンの柵越しには金色のこのくらいの輪っかがあるんです。こちらを願い事を心の中に叶えながら3回回すと願い事が叶えられると言われているんですね。ニュルンベルクのハウプトマーケットに行った時にはもう観光客が並んでいたりするので、ぜひ並んで
願い事叶えてみてください。おすすめその2、お土産にぴったりのスウェッチケンメンヒンになります。このお人形を見ていただいての通り、プラムとイチジクのドライフルーツでできているお人形なんですね。煙突掃除屋さんがトレードマークになっていて、このお人形、幸運が叶えられる人形と伝えられているんです。数ユーロから購入ができるので、お土産にはぴったり。この地域の特産になっているので、ぜひ一度手にしてみてくださいね。ちなみにこのお人形、ドライフルーツでできているといってもかなり長持ちするそうです。とても愛嬌があるお人形なので、自分のお土産にもいいかもしれませんね。クリスマスマーケットにはこの時期たくさんのオーナメントが売ってたりするんですね。今回ニューヨークにはシナモンなどの香りがする可愛いハート型の飾り付けなんかもありました。おすすめその3、ニュールンベルクに来て食べ逃してはならないのが、こちらのニュールンベルクのソーセージ、ニュンベーガーボストブラッドボストになります。こちらはクリスマスマーケットの店頭もいくつかあって、外で食べることもできます。味わいが各店舗で違っていたりするので、ちょっと塩味があったりするようなお店もあったりします。いろいろな店舗を食べ比べてみるのもおすすめ。ハロー、ハロー、アマトラス。3.50 bei Ihnen bitte? Ja, 3.50. ニュールンベルクのクリスマスマーケットに来たら食べなくてはならないのがこちら、ニュンベーガーブース。1個頼むと3本ニュンベーガーブースソーセージが入っています。お好みで全部マスタードをつけることもできます。いただきます。これやっぱり1本のソーセージがそんなに大きくないですが、ギュッと旨味が詰まってる感じがします。このニュールンベルクに来たらこれ食べないわけにはいきません。うん、ちょっと全部を入れてみたいと思います。結構旨味があって塩味もあるので、全部をつけるとちょうどいいと思います。全部がちょっとした酸味になって味のバランスが整うんですね。高知県ともとっても相性抜群です。ここでワンポイント。マルクトの近くにとってもこのニュールンベルクのソーセージが美味しいお店があるんですね。動画でもすでにご紹介していますので、リンクを貼っておきますので、そちらのお店に足を運ぶのもおすすめです。ぜひニュールンベルクにいらしたら、ドイツの中でも特別におすすめのソーセージ、ぜひ召し上がってみてください。このソーセージの特徴なんですが、マジョラムやナツメグなど香辛料とハーブがギュッと詰まったソーセージなんです。塩味はちょっと抑えめなので、日本人の舌にもぴったりです。ここでおすすめ3点からは外れてしまったのですが、さらにおすすめ1点ご紹介です。ニュールンベルク特有のハイドルベアグルーワインになります。いわゆるブルーベリーのホットワインになるんですね。日本ではポケモモとも言われています。一般的な赤ワインのグルーワインと比べると、ブルーベリーが入っているので、フルーツの香りがとっても爽やかです。甘みが強いというよりは酸味が入ったちょっとフルーティーなグルーバイ。こちらニュールンベルクのクリスマスマーケットにはハイドルベアグルーバイン、コケモモのグルーバインがあるんですね。これはどこにでもあるわけではなくて、バイエルン地域には結構見かけることも多いですが、例えば北の方のノートルダムウェストファルン州ではまず見ることがないんです。このハイドルベアグルーバインはとってもフルーティーで美味しいです。甘いばかりではなくて、フルーティーでちょっと酸味がある感じですね。そうまだ甘くない。本当にこのフルーティーさとこの温かさ、シナモンとかゲブーツ、香辛料が入ったこのドリンクはこの寒い日にはとっても美味しいです。やっぱり寒い中でのグルーバインが美味しいと思います。美味しい。これはファンド、このカップ付きで 6.5、 このカップを返すと3ユーロが戻ってくる仕組みになっています。でもきっとこの素敵なカップなので、お土産に持って帰る人が多いでしょうね。皆さん、ニュールンベルクのクリスマスマーケットいかがでしたか？ドイツのクリスマスマーケット、どこでも同じかなと思いきや違うんですね。地域地域で特徴があって、お楽しみもたくさんありますので、各地のクリスマスマーケットを楽しむのもおすすめです。この時期ドイツはどうしても寒い日があったりしますので、寒さに弱いなという人はポカラン持参で行ってくださいね。それでは今日も楽しい一日をお過ごしください。 Viel Spaß! Tschüss!
皆さん今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。 Viel Spaß! Tschüss!